日本神奈川県川崎市川崎区浮島町浮島町周辺の空中写真国土交通省国土画像情報をもとに作成2007年4月撮影の10枚を合成作成浮島町は神奈川県川崎市川崎区の町名神奈川県の内陸部祭東端に位置する住居表示実施済み区域郵便番号は2100862 2010年の国勢調査時点での面積は、面積は4.84平方メートル。多摩川、東京湾、大志運河、多摩運河に囲まれた北西、南東にやや細長い梅竹地、石油化学コンビナートなどがあり、京浜工業地帯の中でも重要な位置を占めるが、1997年に東京湾、アクアラインが開通し、首都高速湾岸線、 首都高速川崎線と交わる川崎浮島ジャンクションが設けられるなど、交通の結節点としても重要性が増している。川崎市による埋め立て事業は、現在も継続している。浮島町浮島橋から見る、多摩運河玉川川口にある浮巣を埋め立てたことから、浮島町公園から見た、川崎浮島ジャンクション道路北西側は、玉運河を渡る浮島橋を経て、 国道409号が川崎市街へ通じているほか、首都高速川崎線が通っている。北東側は、首都高速湾岸線玉川トンネルを経て、羽田空港、東京都心方面、南西側は、首都高速湾岸線川崎航路トンネルを経て、東、大木島、横浜市街へ通じている。南東側は、東京湾、アクアラインが川崎人工島を経て、 東京湾対岸の木更津市とを結んでいる。このうち、東岸へ、徒歩、自転車で往来できるのは、国道409号浮島橋のみである。バス、川崎鶴見臨行バスが、浮島バスターミナルと川崎駅間や、大市橋駅と、エネオス浮島前とを結んでいるほか、平日、土曜の通勤時間帯には、京浜急行バスと川崎鶴見臨行バスが、 横浜市ケアターミナルから、浮島町地区を経由して、江川一丁目への通勤高速バスを運行している。川崎駅と木更津駅とを結ぶ高速バスは、浮島バスターミナルに停車するが、木更津方面に行き来する場合に限り乗降できる。川崎市バスは2013年4月をもって撤退した。鉄道神奈川臨海鉄道浮島線の末広町駅と浮島町駅があり、 石油製品、化学薬品、変圧器などの製品出荷や、川崎市北部の梶ジ貨物ターミナル駅からの廃棄物輸送に利用されている。両駅とも貨物専用であり、旅客列車は運行されていない。航路マリンエキスプレスが浮島町公園近くのフェリーふ頭から、木更津港、日向細島港などへのカーフェリー航路を開設していたが、現在はいずれも運行を終了している。 JXTG エネルギー、川崎製油所浮島町公園なお、島内には学校はなく、商業施設も工場内の従業員を対象とした、小規模な店舗が存在する程度である。公立の小中学校の学区は浮島町全体で、川崎市立都の町小学校、川崎市立大市中学校となっている。ありがとうございます。